everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。11月22日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今日のねリスナーさんの名前を叫ぶは味覚ゼロさん、いつもメールありがとうございます。滑り王子マスクマンでございます。はい、先週でしたっけ、ライブの告知していただいたサーカスフォーカスさんのライブ行ってきました、うん、あら、はい、神戸に、うん、いや、やっぱり新生サーカスフォーカスということで、うん、5人になってパワーアップしてバンドスタイル、とってもかっこよかったです、うん、もう音に感動している味噌煮込みスキーと同じく神戸行ってまいりました。ですね、神戸の思い出はステーキが美味しかったなと思ったダンさんでございますそっちはい、こんな3人がお届けします。今週は滑りのツイキャス、今夜は滑りのツイキャスで楽しむ30分です。メールアドレスは今日はなしで、ツイキャスで、はい、ん、何なんで、どうぞ。あ、そう、いや、なんか今言ってきたからなんかあるかなと。何もないです。はい。メールアドレスは、今回は言いません。はい。なので、ツイキャスの方、ツイキャスで普段あんまりコメント読まれないなっていう方、どんどんつぶやいてください。一応ですね、メールアドレス今出してるんですけど、はい。クレームと、クレーム用として。ああ、クレーム用としてね。はい、わかりました。誰のためのクレーム？はい。この番組はツイキャスライブで配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康幸フリージャの花、芋掘りイベントは八重瀬町クッシャン芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、高市永田おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、先週のですね、うん、合格で、メールがまだ来ておりますので、あ、そうですね、先週のメールだけご紹介したいと思います。はい、すね、はい、お読みします、こちらはですね、銭形警部からです。ありがとうございます。ありがとうございます、中学生の頃、学校の授業と学習塾の通いの勉強だけで高校受験は合格できると思っていた私は、自宅でほとんど勉強せず、いざ高校受験の試験を受けた私は、ちゃんと自宅で勉強しなかったことが致命傷となり、結果志望校の高校には不合格となって、うん、県立高校に入学することができず、浪人することが嫌だった私は江南高校の二次募集試験を受け合格しました。人生は何でも勉強だということを初めて実感しましたね。今だから言える情けない話でしたということでございます、うん、だけどね、江南高校はいい高校じゃないですか。なんか野球も強いですよね、うん、そうです、強いですよ。甲子園も行ってますもんね、うん、いい高校に行ってらっしゃいます ね、でも受かってよかったですよね、うんうん、はい、ありがとうございま す、ね、ツイキャスでも来ています。高坊さんこんばんはって来てますけれども、高坊さんの先週のメールご紹介したいと思います、はい、人生の初めての受験は高校入試でした。その初めての合格発表を自分の目で確かめたい。それは人情ですよね。家で食事を済ませて、これから高校に向けて出発しようとしたところ、電話が入りました。な、
なんと父親が先回りして結果を知らせてくれるではないですか。私の人生初の楽しみを奪われたことは未だに忘れられませんっていうことです。そういう時ありますよね。あの、ね、通知届いてね、先にね中身見ちゃうっていうね。え、先に見ちゃうの？それ嫌だね。なんかそういう方いらっしゃいましたよ。本当、うん。あのね、それもすごく嫌ですよね。ご本人が見ずに。本人がワクワクし。うんだから今ね、一緒ですよね。受かってたよみたいなね。ああ。周りの方の方がこうね、テンション上がっちゃう、ね。でもきっとね、早く結果知りたかったんでしょうね。うんうん、多分そうでしょうね。ね。はい、ありがとうございます。ということでね、あの、先週までのメールご紹介しましたけれども、うん、今週はツイキャスでいきますよ。OG、はい、ですか、はい、はい、どうぞ。はい。タカボさんがね、あの、ツイキャスで、はい、楽しみを奪われたかったのは辛かったですって言ってきてます。はい。わかりますね。え、アンツバさんこんばんはということで、アンツバさんは、明日から本当だけど雨予報なんだよな。今年は雨男だな、ということで。ああ。アンツバさん行くとき結構雨率高いのかな。なんか先ほど、宜野湾の方、うん、うん。大雨って、うん。あ、そうそう、那覇もね、結構9時半ぐらいかな、大雨だったんですよ。はい。はい。はい。で、うん、ペーターさんが、あ、はい、あっていきなりなんか点々ってなっていく次に、うん、通知に慌てて滑ってしまいました。後ろ、頭がちょい痛い。あ、滑ったって、本当に滑ったんですね。これ大変。え、どこで滑っちゃったの？いやー、滑りが映ったかな。ねえ。あの、私の場合は大体このトークと言われてますけども、うん、まあ、それはですね、まあ、皆様の聞き方次第ということでね、うんうん、まあ、あの、いつものごとくですね、しっかりちゃっかり喋ってますので、多分今日も滑りがないと思います。ただね、今日はね、まあ、いつもよく言いますけども、はい、追加のね、あの、字が見えないっていうね。まあ、ちょっと待って、ここにモニターに大きく出てますけど、出てますよ。出てるけどね。すっごい大きい。じゃあ今さ、あの、それをスマホもいいけど、そこにもパソコンにあるんだからね。見えないよ。これ、あの、ちゃんと見てますので。うん、ああ、そっちの方がいいのね。そうなんです。ああ、なるほど。はい。見えないのだから前から言ってるじゃん。こっから見えない。っていうか、このモニターのある意味がないというね。だから前から言ってるじゃん。イミテーションです、ね。イミテーションですね。飾りだね。はい。シュプリームさん、ダンサーズスタジオの皆さん、王子ファンの皆さん、こんばんは、ということで。はい、こんばんは。はい。シュプリームさんはね、はい、明日から雪山生活がスタートですが、滑ろうにも雪がありません。そうですよね。去年のこの時期は人工雪と天然雪がたくさんあったのに、ということで、確かになんか冷え込み足りないですね。そうですよね。日中ね、うん、暖かい時多いですもんね。ねえ、ね、ちょっと王子のパワーが弱いのかな。うん。うん、でだからこれは自然現象でございますよ。え？自然現象でございます。これ気象ですからね。気象です。うん。だからこれ気象でのことによってですね、うん、あの寒い暑いありますよね。うん、あの私のねこのトークによって冷えることはまずござんせんから。あなたの場合は、ペーターさんがねさっき滑ったのは、うん、椅子から立ち上がろうとして滑りって。はい、結構危ないですよね。気をつけてくださいね。もしかしたらあれじゃないの、あの、うん、マーガリンかバターがこぼしちゃって、それ踏んじゃったみたいな。うん、タカボさんはね、滑りが悪かったら、くれ556を使いましょうって。だよね。正解です。ねえ。あの、よくね、王子もね、ちょこちょこそういうね、うん、滑りが足りないときはそういうものを塗りなさいとかってね、あの、うん、コメントいただくときがね、昔からちょこちょこあるんですけども。おだまり。あのやっぱりこれもね、あ、うん、食品類にしてほしいよね、うん、あんまりちょっとそういうものはない。ああ、機械油じゃない方がいい。そうそうそう、ちょっとお口に入れると危険っていう。うん、そう、ね、そういうことも、ね、ございますんで。あ、高野さんがね、東京は明日も雨予報って。あ、そうそう、名古屋も雨予報ですよ。うんうん、ねえ、ちょっとなんか最近休みの日に雨降るパターン多いですよね。本当そうですね。ねえ、日曜日雨だったんでしょ、うん、はい、でね、今度明日祝日ですけど、はい、ねえ、はい、あ、アンツバさんはね、明日夕方 FM ギノワンで収録参加してお笑いライブ見に行く予定なんだけど、今年5本目の傘を買わないとかなって。ちょっと待って、毎回何、沖縄本島に行くために傘買ってどうしてるの？持って帰らないの？だから忘れるんだよね。あ、どっかやっちゃうのかな。あの、先ほど王子もですね、うん、あの、びっくりしてしまいましたけどもね、はい、あの、本番始まる前ね、はい、1分切ったところかな、うん、うん、あの、マスクがないって騒いだらね、そう、うん、びっくりしました。そうなの。すごい急に慌て始めるからどうしたのかなと思ったら、うん、マスクがない、マスクがないって言うから、で、マスクどこにあった？顎にありました、ね。おだまり。
冷静にね、言われちゃうとね、みそちゃんからね、うん、顎にあるよって言われてびっくりしました。いやいやいや、ギネスさんがね、名古屋の皆さんこんばんは。こんばんは。三宅慎二さんとウルフル圭介さんのユニットライブ行って、今は帰宅中ということで。うん。あ、で、ギネスさん、卵、シリコンスプレーいるって、王子じゃないよ、卵って書いてる。シリコンスプレー、ああ、うん。これシリコンスプレーは、ね、卵にどのように使うの？いやいや、多分王子のこと言ってるけど、ね、ああ、そういうこと。そうそう、アンツバさん、あさってはグランドゴルフの国体予選だから滑らないように気をつけないとなって、そうそう。でもグランドゴルフで、ね、ボールがもう一転がりしてね、うん、滑るようにこうタッチする。ゴルフってこれ、あれホールってかこう穴に入れるんですかね。グランドゴルフって滑ってますってます。あ、そうそう。で、アンツバさんはね、さっきね、クレ556の話してたんですけど、うん、WD40 派ですっていうことでね、沖縄はね、どっちかっていうと、うん、その、クレよりもそちらの方のメーカーをお使いになるんですよね。あら、そう。そうなんですよ。あ、で、沖縄大好きさん、滑りキャス、キラン、ブーン、わー、ズッ、ツルッ、ズシャーって。すごい絵文字できてるんですけど、これ表現どうやってしたらいいのかな。うん、まあこれあれですね、この隣にいる男の起きた現象のこと。ああ、そうね。で、さらに沖縄大好きさん、はい、よいしょって立ち上がってまたつるずしゃーってまた転んでるけど。だからさ、ね、うん、それもしかしたら、うん、そのね、あ、うん、いつもこう綺麗にしていらっしゃってね、その下のこのフロアが、うん、こうピカピカになって滑りが良くなっちゃってるんじゃない？お掃除大好きっていうことではありませんか、そのね、椅子から立ち上がるときとかでしょ。うん、おだまり。ケイタさんね。うん、そうそうそう。今の沖縄大好きさんね。うん、はい、はい、あ、そう。沖縄大好きさん、こんばんは、遅れましたっていうことでね。え、遅れちゃったの？そうそう、遅れてきて、うん、で、滑りキャスキランってきたけど、ズシャーってなっちゃった。ああ、うん、とってもいいパターンですね。え、そうなの？あ、シュプリームさん、そうそう。ね、雪がない話してたら、王子が冷やしてくださいって。あ、ということは、うん、現地にいてですね、まあ、またそのね、もしかしたらこういろんなこうギャルの方がいらっしゃってね、うん、でそこに行くとこう冷やすつもりが熱が上がっちゃってね、うん、まあ、熱気ムンムンってことでね、まあ、王子が行くとね、また楽しい雪山でないですけどね、山になるんじゃないですかね。もう、うん、ざり。で、沖縄大好きさんが慌てて旧名古屋に聞きに来て滑って転んじゃった様子を表現しましたということで、それがさっきの絵文字になってたの。あ、そういうことね。うん、今日はね、初っ端から全然滑ってないんですけども。お黙り、なぜ滑ったのかなっていう、それはもしかしたらこの王子のこのトークによってあれ、うん、全身がちょっと震えちゃってるような感じ。あ、アンツボさんがね、でもね、さっきのマスクマンのあれで、わかる、自分も顎にあったって仲間がいます。あ、でも多いですよ、多分ね。うん、これって不思議だよね。全然ね、この顎にあるのに、うん、そういう感触が全然なかったんですよね。どういうわけか。もう感覚も麻痺したのか。そうそう。とうとう感覚も麻痺したのか。感覚がなかったから、うん、普通なんかちょっとこう耳とかね、こう顎のあたりで、うん、あるなっていうのが出るじゃないですか。はい、うん、全然なかったもんね。高坊さんが、メガネメガネと同じ現象って、でもそうそう、まさにそれだと思います。それはもう王子毎日のことですよ。王子しょっちゅうそれやってるもんね。メガネないねって言ったら、そこの頭にね。うん、そうです。ね。うん、本当にメガネはね、うん、いろんなところにね、こう、パッと置いちゃうんですね。はい。で、そうするとね、もう、あもすもなく、次の瞬間に忘れててね、うん、探しますもんね。ちょっとこれ、廊下じゃないですか？え？ああ、言っちゃった、うん、あ。沖縄大好きさん、そして沖縄急に大雨、今、車の中、お家に入るタイミング伺ってる。どうしようって。ああ、そういう時ありますよね。で、大体もう待ちきれなくって、まあ、雨の中行っちゃおうと思って、家に入った途端にね、小雨になるっていう、そういうパターン多いですからね。うん、そういう時ありません？あれ、なんか、ペーターさん、家中にメガネとって書いてあるけど、なんだろう。家中にメガネって。メガネがいっぱいあるんですよ。ね、うん、よく老眼鏡ってこの百均とかでもあるじゃないですか。うん、ああ、はい、ありますね。ね、でそういう方で私のね知ってる方もいらっしゃいますよ。百均の、うん、メガネをね、もうそこら中に置いてるっていう。うん、もう
だからね、あの、うん、どんな時でもすぐ見えるよって言いますけど、うん、なかなかね、こう、まあ、普通のメガネ屋さんで作るね、うん、ものだと、そんなたくさんもね、うん、購入できないの、できないから、うん、まあ、いつもね、置いとくとこを決めときなさいって言われるんですけども、うん、人間って動きますよね、いろんなところにね。うん、ねで、そこでちょっとこう、スマホ見たりとかすると、うん、もうそこでおしまいですね。うん、ああ、もうそこでおしまい。ここにも老眼鏡置いときましょうか。ねえ。あ、そうか、ここ老眼鏡ないもんね、スタジオね。老眼鏡、そういう響き嫌いだな。はずきルーペぐらいの方が良かった。いやいや、そんな。だ高いもん。そこまで高級なものは言うね。そうだよ。あれ高いでしょ？ザ・老眼鏡ってこと。だからあれ、もしかしたら。あ、高坊さんが雨の時のあの、車寄せを作りましょうって、はい、車寄せってさ、結構なんだろう。ねえ、ああいう高級な建物とかにあるイメージだけど。はい、あ、でも沖縄大輔さんよかった、うん。なんとか入れたっすって。ああ、よかったです。小雨になったのかな。うん。あつばさん、南大東島はまだ雨降ってませんってことで。あ、そうね、あつばさんがね、今日夕方に山内さんの名刺見たら、はい、取締役って書いてあったからびっくりした。うん、ディレクターさんかと思った。いや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 、違いますよ。うん。ね。うん、代表です。代表取締役ですからね。ね。セクハラ代表です、ね。まあ、いろんな代表があるかもしれないけれども、ね、小里と、うん、ギノワンとね、はい、うん、素晴らしい方ですからね。うんうん、はい。ああ、それでね、ああ、そうそう。ペーターさんが口が滑ると叩かれるとある首が飛んだ大臣、死刑執行の署名ぐらいしか目立たないと。うん、そうですね。まあ、そこら辺のレベルの方になるとですね、こう、世間のね、目が厳しいですから。うん、あ、高尾さんがね、その、はい、代表取締役社長ですよねって、そうなんですよ。そうなんです。どちらの方が？どちらの方が？いや、ごめん、山内さんの話してたね。あ、びっくりしました、ね。あ、ごめんごめん。トークにも、ね、トークにもついていけないですか。ごめんね、ちょっと。うん、ということで、はい、ということで、はい、CM でーす、はい。まだまだ続きまーす。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。
ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010 ぐしちゃ芋生産組合、あさとに電話したらいいさ。おやつと軽食の店、夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店、夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は、地図アプリで検索。キユナゴヤ。はい、はい、引き続きツイキャスでお送りします。はい、はいはい、このね、高尾さんね、メガネメガネってね、横山康さんのようなね、動きってのはね、大体ね、メガネかけていらっしゃる方はね、一度や二度はあるんですよね、そういうことがね。あんつぼさんがね、最近メガネ外してスマホ見てるけど、メガネかけてないのにメガネ外そうとしたっていうのは、すごいわかります、それ。私もやったことある。あのね、でもこの、なんていうのかな、すっとこうね、メガネ取りたいなっていう時に、頭にこうメガネをかける人とこう、おでこにね、はいはいはい、上げる人がいらっしゃるんですけども、はい、まだ頭はね、まあ、まだまだこう若者らしく見えるんですけど、おでこにね、メガネ当てて、おっさん臭いんだよね。いや、あなたおっさんじゃん。え？まあまあ、やってるでしょ？おでこってやりづらくないですか？そんなことない？あのね、結構ね、やっぱりこの早いですよね。おでこに当ててまた目目玉に戻すとか、なんかね、おでこになんかこう止まらないイメージがあるけど、そんなことないのかな。結構ね、やってらっしゃる方いらっしゃる。やっぱりあれかな、頻繁にやらなきゃいけないときは頭まで持ってくるのが大変だからかな。そうです、頭って結構大変なんですよ。この話が出るってことは頻繁にやってるということですね。ですね。ってことだね。見えないところでね。はい、そうですね。高保さん、議員って専門家が専門の大臣になれないってことが不幸ですよね。派閥や当選回数、推薦名簿で割り当てられるようですからね、ってことで。そう。まあね、これ偉い方のね、裏でのね、プッシュもありますからね、これはね。あ、適材適所の意識がないですね、っていうのと、あと高保さん、しかも内閣改造で大臣をたらい回しにしちゃうから、無能でも大臣になれてしまうっていうことで、まあね、こういうことになるとですね、任命責任でよくね言葉が出ますけどね、総理大臣のね、身も危ないっていうね、そういうもう流れになってきてますもんね。あ、あんつばさんがね、おじさんですから夕方おじさん会7番って、ね、45番です。39番です。はい、おきょとんとしてる王子、はい、夕方おじさん夕方おじさん、あ、そうそう、RBC の、あの、ワンデーっていう番組であるんですよ。はいはい、夕方おじさん会っていうのは。まあ、私の場合、真夜中おじさんと言われてますので。おだまり。おだまり。はい、ペーターさんが滑舌怪しく足腰も不安な防衛大臣は有事には不安だらけ、交代したけどって。うん。まあ、で、あんつばさんが王子は滑り大臣。まあ、そうですね。正解。正解正解。ちょっとこれはもう、で今の言うね、ダンサーズとみそちゃんのこう、後押しによってこう、なるんだろうね、そういうのがね、自らやりたいと思いませんもん。あ、滑り大臣？いや、違う、自分さ、滑り大臣になりたくなくてもなってるから。え？もう、なってます。安心してください。なってます。なってます。あ、そうなの？あ、かずしかのちんさん、お久しぶりです。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜はツイキャスナイトですので。あ、滑りツイキャス。あ、ごめん、滑りツイキャスナイトだった。うん、別に、皆様方ね、はい、滑らなくても結構でございます。はい。普通の、ね、トークをしていただければ結構でございますんで。まあ、これトークじゃないね。あ、トークじゃないよ。ツイキャスのコメントだね。そうね、もしかしたら、こういうところをあれ、言われちゃうわけ、そういうところが滑ってるとなるわけだよね。そう。で、ちんさんがね、滑り卵さんということは、農水大臣、って。ああ、まあまあ。まあ、そういう依頼があればですね、すべてをこう引き受けようとは思いますけども、ただ、何を言ってるかわからないですけどね。ほら、
そう、着地点をね、はい、こう。トークの着地点が見えないんですよ。そう、ゲストで、ゲストさんがいるときに、はい、時々、その、クロストークしてる間の中で、はい、着地点が見出せないとき、どうしようかなって思うんですよ。あの、そういう時はあれじゃないの、うん、このゲストの方が、こう、私のこのトークを聞いてるっていう、そういう時間帯じゃない。聞いてるっていうか、うん、なんかもう、どう返していいのかわからないっていうね。はい。あ、そういうことでございますか。ね。あ、ちょっといいですか。はい。あの、これを、ちょっと早めに言っておきますね。あ、はい。はい。お願いします。お、お知らせっぽい。はい。12月13日は、スベリンナイト。決定です。やったー。これ皆さんね、うん、もう、ね、一応告知をね、はい、私とこうクロストークの、うん、していただけるね、ゲストの方はもう、はい、ゲストもう発表しましょうか。あれ発表しなかったっけ？ね、発表したか。したっけ、うん、まあ、まあ、じゃあもう一回じゃあね、行きましょう。うん、はい、滑りライトプレイヤーは、はい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 、ひふみさんになります。はい、グッド。ねえ、今度はちゃんと寝坊しずにね。はい、お願いしたいかな。はい。12月13日。はい、お願いします。はい、になります。ヤンバルクイナさん、久しぶりにお邪魔しますということで、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。はい。はい。ゴムです。ゴムです。あ、ペータさん、卵献金でつまずきそう。王子、農水大臣、卵献金ってなんだ面白い。うん。で、アンツバさんが、おーって、あ、これは、おーは多分あれですね、滑りナイトのところですね。はい。で、高坊さんが、滑れないといけない日ってなんかちょっと親父ギャグみたいになってるね。ギネスさん、どこの大臣も国会では官僚が書いたメモしか読まないって、うんうん。うん、スプリームさんが、ついに滑りナイト再来。そうです、再来です。はい、いや、ね、うん、我々にとっては一番頭の重い、ね、体力がもう消耗していくような。で、宮大工さんが、おーってなって、はい、あんつばさん、ひふみさん、たかぼさん、加藤ひふみさんなの違います。はい。一応あの、また我々、うん、この滑りナイト出演される方を、うん、滑りナイトプレイヤーというふうに名付けますので、うん、ね、はい、はい、そうですね、ということでですね、うん、もうエンディングの時間がそろそろ ね、はい、はい、またちょっとおまけの3分間やりますので、うん、引き続きちょっと滑りおまけナイトやります。エンディングです。来週のテーマは鍋料理。来週のテーマは鍋料理です。この番組はお小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャの花、ウェブサイト制作、システム開発は、名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト、FMJG、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、ありがとうございました。残りツイキャスおまけ時間でやります。はい、はい、はい、閉店ガラン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 。